長城は大韓民国の軍人。最終階級は陸軍大将。なお、彼の使命は韓国語で召喚を意味する、小生と同じ発音である。新州高等学校を経て1958年7月1日、韓国陸軍士官学校に入学。陸軍大学卒業後、第2連隊長、第24代不評、第25師団長。 第2軍団長等を歴任し、1993年には、金四三政権下で、非ハナフェとして国防部政策室長に登用される。同年11月陸士校長に就任、同職在任中の1994年に、クリア事業特別監査権、国防制度改革委員長に抜擢され、革新的な制度改革案を提案。こうしたことがさらに金大統領の信任を厚くし、 大将就任後、米韓連合司令部副司令官に就任。就任間もない6月に、四病核施設爆撃計画が上がった際、北朝鮮による報復を恐れ、第三野戦軍司令官の引達を大将と共に、地上攻勢軍専任将校の提携へ移中佐を、通じ、脅威である、長射程法の無力化が特性による、地上破壊、米軍による、 空爆ともに極めて困難であることを主張した。1996年の任期終了後予備役に編入。1997年、非常企画委員会委員長を務めた。近代中政権時代は1999年5月の内閣改造にて国防部長官、外交安保主席秘書官の有力候補にも上がっていた。ありがとうございます。